こんにちは。今日の通販買ってみたなんですけども、トランザムのね、こういったバッグがありますね。このトランザムのバッグ、このあまり大きくないんですよ。何を入れるバッグなのかよくわからないんですけども、まあなんかね、なんか入れましょうか。これこうやって、まあ割と作りはしっかりしてるんですけども、このね、チャックをね、開けてみると中がこういうね、銀紙で包まれてるんで、なんだろうね、ジュースみたいなの入れるんですかね、保冷剤というか、なんというか、まあ使い方はあなた次第なんですけども、こういったものがあります。トランザム、バンディットのトランザムがね、こう書かれていて、イーグルアイ、かっこいいですね。まあこれがあるだけでもラッキーかなと思いますね。あ、ちなみにね、ずっと私が最近着ているこのジャージめいたものですけども、これマスタングなんですよね。マスタングで、マスタングカラーになってるでしょ、黒と赤で、なかなかいいでしょ。これマスタングカラーなんですかね、実はわかんないですけどね。このジャージの特徴なんですけども、この二重構造になってるんですよ。まずチャックを下ろしますよね。そうすると内側にもチャックがついていて、結構これでね、大きく切れるんですよね。太ってる人でもかなり切れます。横にこれ伸びるんで、であったかい、すごく、ね、素材的にはね、なんか紙の延長みたい、ペーパーの延長みたいな、なんかちょっと変わった感覚があって、滑らかではないし、ポケットもね、なんか物入れにくいんですよ、むちゃくちゃ入れにくいんで、あんまり入れない方がいいかなと。例えばスマホとかね、入れると落ちそうでね、怖いなと思いますんで、まああんまり大きなものは入れない方がいいかなと思うんですけども、こういった感じで、やっております。今日はね、このトランザムのバッグの紹介でした。あまり使い勝手良くなさそう、このバッグ、なんだろうね、何のポケットもないんですよ。ただこれこうやって置いとくだけみたいな、私もこれ買ったらいいけど、何に使おうかな。着替えでも入れときましょうか。まあこれ私のね、キットに、トランザム、ナイト2000にこれ入れときます。イベントでやりましょう。では。